はい、本日はですねクロスラックスのみを使った春の1週間コーデをやってみたいなというふうに思います。今回はですねクロスラックスのみで、まあ、使用していきたいなというふうに思うんですが、まあ、黒のスラックスって、まあ、春だけじゃなくて春夏秋冬ずっと使えるので、まあ、一着持ってはる方とかも結構多いかなと思いますし、僕自身も去年このアウトラストのクロスラックスのパンツを買ってからドハマりしてめちゃくちゃ合わせやすいし、でなおかつまあこれアウトラストなんで春も夏も秋も冬もいつでも着れて温度調節してくれる感じなんで、もうめちゃくちゃ気に入ってるので、まあ、あえてこのパンツだけで1週間のコーデを組んでみようと思って、まあ、今回動画を撮っております。で早速ですね1週間コーデを見ていきたいなというふうに思うんですが、まあ、一応テーマとしては等身大の30歳の1週間ということになってて、月曜日から日曜日まで適当なテーマを決めながらコーディネートをしていったので、まあ、その様子を見ていきたいなと思います。まあ、まず月曜日から見ていこうと思います。はい、まず月曜日はですね、まあ、こんな感じでレザーで合わせていってるんですけども、レザーとちょっと柄の入ったニットっていうことになってて、それがまあブラックなんですけど、まあ、これのテーマとしてはですねやっぱり30にもなってくると1週間の初めってものすごいグッとしんどいので、1週間乗り切ろうコーデっていうことになってて、まあ、これで気合を入れるっていうことになってるんですが、まあ、全身的にはオールブラックっていうふうに見えがちなんですが、実は素材を変えてて、まあ、パンツはポリエステルのパンツになってるんですが、靴は牛革を使ってるスウェードになってて、ジャケットのレザーはですねこれヤギ革になってて、でカバンもですねトートバッグのレザーを使ってて、まあ、これは茶色なんですが、ちょっと大人っぽい感じで黒でまとめてるけど素材感をちょっと変えてるという感じのイメージとなっております。でインナーのニットもちょっと攻めた感じにしてるので、まあ、1週間乗り切るにはこれぐらいちょっと男っぽく決めていかんと乗り切られへんかなということで、まず月曜日はこんな感じの攻めたスタイルという感じになっております。で次はですね火曜日ということになってるんですが、まあ、火曜日からはですね、まあ、ちょっとラフな感じで行こうかなということで出社していくんですが、まあ、この火曜日はですね、まあ、サッとノースフェイスのマウンテンパーカーを羽織って、まあ、出社するという感じになってですね、まあ、色味もちょっと茶色系なので、まあ、春っぽい感じ、薄い茶色なんで春っぽく合わせれるかなという感じで、まあ、サッと羽織ってみて、一応この日の設定は雨という設定になってますので、まあ、こういう防水のジャケットを上から着てるということになってて、でオフィスに着いたらこのジャケットを脱げば中はカーディガンと T シャツということになっているので、そのまま仕事ができるという感じになっています。一応まあスポーツミックスということで、まあ、アウターもそうなんですが靴もバンズのスニーカーでちょっと明るめのスニーカーを履いているという感じになっておりますので、まあ、テーマとしてはですね、まあ、火曜日ぐらいからは気負わずに行くよコーデという感じにはなってます。まあ、なのでこれから週の中日に向けて、まあ、ちょっとずつこうラフな感じにしていって1週間を乗り切っていこうという感じになっておりますので、まあ、それのまず第一段階としてちょっとまあ火曜日はカジュアルな感じで崩しているという感じになってます。でちなみにこの日からはリュックを使用しているので、まあ、トートバッグもいいんですがやっぱりリュックの方が楽は楽なので、まあ、こういう感じでリュックを背負っているという感じになっております。で次は水曜日ですね。水曜日は週の中日ということでちょっと青を入れてみました。明るめの青を入れて春っぽい感じにして中は白 T という感じにはしてます。でですね下ズボンとか靴っていうのはもうブラックにしてるんですが、これはあえてちょっとブラックを選んでて、靴をちょっと明るくしすぎると色を派手な色アウターで使ってるのでちょっと子供っぽくなるっていうことで、あえて下半身はブラックでギュッとまとめて上だけで明るい色を使ってるという感じになってます。でちなみにですねこの時のリュックもですねあんまり学生が使うようなナイロンのリュックを使っちゃうと一気に子供っぽくなっちゃうので、後ろ姿がこれはちょっとテカリのあるコーティングされてる感じの、まあ、マットな質感のリュックを背負ってるという感じになってます。まあ、そうすることでちょっと大人っぽい感じで着れるかなというふうに思いますので、まあ、明るい色でも、まあ、この辺でちょっとバランスを取りながら大人っぽく見せてるという感じになってますので、まあ、テーマとしてはですね、週の中日おじさんつらいよコーデという感じになっております。なので、まあ、辛いからちょっとずつ色を入れながら自分を高めてるという感じのが水曜日コーデという感じになってます。で次はですね木曜日ということになってて、木曜日はガラッとオレンジのアウターを着てるという感じになってですね、まあ、これは暴風のジャケットになっているので、まあ、これをサッと羽織ってるんですが、これも先ほど同様アウターを明るめ持ってくると他の色をあんまつけすぎたら子供っぽくなるので、極力ちょっとモノトーンで、まあ、黒白とかで抑えてるという感じになってて、でちょっとこれは黒の割合が多いのでインナーもパンツも黒なんで、まあ、せめて靴ぐらいは黒をちょっとやめてグリーンをチョイスしてるという感じになってるんですが、まあ、これもちょっと遠くから見たらほぼ黒っていう感じのコーディネートになってます。まあ、ちなみにポイントはですねこのインナーの黒 T とパンツの間に見える白がシラッと見えるこのラインっていうのが結構重要な
ラインという感じで、まあ、僕は勝手に思ってるんですが、まあ、それが一応僕の中でのポイントとなっております。で、まあ、これもカバンは同様にナイロンのを使うと子供っぽいので、ちょっとテカリのあるコーティングされたカバンを使ってるという感じで、ちょっと大人っぽく見せてるという感じになってるんですが、テーマとしてはですね、もう木曜日になってるので、そろそろオレンジ入れないと限界ですコーデということになっております。これ一応出社した時に上のアウター脱いだりしたら中インナーだけになると思うんですけど、まあ黒黒だけだとちょっと重すぎるかなと思うので、まあ一応中に白 T を入れたという感じになって、まあ脱いでも全然いけるような感じにはしてます。はい。で、次はですね、金曜日ということになってるんですが、金曜日はですね、これちょっとテーマがガラリと変わっててですね、先にテーマを言うと、金曜日30歳の等身大コンパコーデということになっております。これは合コンコーデですね。金曜日の仕事が終わったらコンパに行くという設定にしておりますの でコンパに行く際に、まあ、こういうスタイルで行こうという感じになっております。でちなみにですね、女子が好きなニット、黒髪パーマ、ヒゲ、そしてトートバッグっていう、もうこれは全ての女子が好きな要素を取り入れているという感じになっておりますので、自然体を装いつつ思いっきり、モテを意識したコーディネートということになっております。でですね、まあこれでアウターが普通に無地のアウターでもいいんですが、まあ特に流行が好きな人とかからしたら、まあノースフェイスのアウター着てるとか持ってるっていうだけで、おしゃれって思われる人も中にはいてらっしゃるので、まあこれを一応ポイントとしては持ってるんですが、まあこれは別にアウターは何でも僕はいいんですが、一応まあそういうちょっとミーハーな人に向けてこのアウターをちょっと持ってみたという感じにはなってます。はい。でですね、次は土曜日ということになってて、もう土曜日はですね、仕事ももう終わって、やっと週末のお休みということになってるんですが、まあ、これはですね、結構ラフな感じで来てるんですが、一応ですね、この日の設定としては、一応お休みで、彼女とドライブデートというのが一応設定になってて、おいおい昨日コンパ行っといて次の日彼女とデートかいっていう、ちょっと設定に矛盾はあるんですが、まあ、そこはちょっとご愛嬌いただいて、設定ですからあくまでやっていきたいなというふうに思います。でですね、まあ彼女とドライブデートっていうことで、まあ、ドライブの時にあんまりレザー着たりとかガチガチにジャケット着たりするとちょっとなんかTP は合ってないので、まあドライブなんで、もう本当にパーカーにフリースなんですけど、まあその中でもちょっとこじゃれた感じのはシルエットでと出していこうかなということで、あえて緩めのシルエットにして、まあこれ別名、僕の動画見てくれてる方やったらわかると思うんですが、別名のテーマはキングヌーっていうのが一応別名のテーマなんですが、ちょっとそれだけじゃ面白ないなっていうことで、あえて足は明るめの春っぽい春らしさを出してて、これ秋とかになったら多分、靴を暗めの靴とかにするんですけど、まあ、春なのでちょっと明るめの色を入れてるという感じになってます。なのでちなみにこれはもう秋でも代用できるような感じの合わせかなという感じで思ってますので、一応スニーカー買えれば秋でもいけますよというお話になってますが、まあ、この時頭かいかったんか分かりませんが、一応頭かいてますが、まあ、こういうのが一応土曜日ということで、まあ、彼女とドライブデートしてお泊まり、彼女が家にお泊まりしに来たという感じの設定となっております。で、最後はですね、日曜日ということになってるんですが、日曜日はですね、一気にグッとラフな感じになってるんですが、まあ、これはですね、前日の土曜日から彼女が泊まりに来てるので、日曜日は彼女を家まで送って行ってあげるスタイル。そして、そのまま帰りは、ランニングで帰ってくるというスタイルになっております。ちなみに彼女との家は近いという設定になっておりますので、ドライブは遠くまで出かけて土曜日行ってるけど、日曜日は最後じゃあ送って行ってあげるねって言って、歩いて一緒に帰って行って、ほなバイバイって言って走って帰ってくるというランニングスタイルという風になっています。でこれはですね、まあ、ノースフェイスのジャケット着てるんですが、これも一応ランニング用なので、まあ、こんな感じでさっと上から羽織って、で一応スニーカーも走れる感じのスニーカーにして、週末を終えるという感じになっております。まあ、ちなみに、この人はこの後家帰ってゆっくりされたんか、ちょっとどうなんか、コンパの人と連絡取ってるのかは知りませんが、一応まあこれが春の一週間コーデということになっておりますので、一応使ってたパンツは全部このパンツを使ってて、まあ、これについての詳しいのは動画説明欄に購入した時の動画貼ってるので、まあ、気になる方は見てもらえればなというふうに思うんですが、こういうふうに黒のスラックス1本あるだけで1週間分のコーデとかは全然いけますし、あとそれ以外にも結構派手な色とかアウター着てたと思うんですよ。オレンジとか青とかで茶色とか着てたと思うんですけど、まあ、そんなは全然合いますし、何でも合わせれるので、黒スラックスは1本持っとくと春はもちろん使えるし、秋とか冬とかはもちろんアウターのパンツとしても使えるので、まあ、結構便利なので、まあ、今回動画でちょっと1週間コーデできるやろうなと思って、まあ、やってみたという感じになってます。はい。ということでですね、まあ、先ほど見てもらってたみたいに、ちょっと素材変えたりとか、まあ、同じ黒でも、素材が違うだけで全然雰囲気変わったりとかすると思うので、まあ、その辺とかを、適当に合わせながらやってみたっていう感じになってますので、まあ、設定はほんまに、デタラメな設定をいろいろやって、まあ、コンパしてみたり、彼女とドライブデートしてみたりしてますので、まあ、その辺の設定はちょっと矛盾がありましたが、
お許しくださいということになっております。はい、ということになってますので、本日はですね、クロスラックスのみを使った春の1週間コーデをしてみたという動画になってます。以上、ありがとうございました。